久しぶりに改まって座って撮ってみようかと思ってます。で、今日は、13日はい、です年始終わって帰ってきました。で、一個気づいたことがあって、多分それは気持ちのサッカーのところなんだけど、最近サッカーのことばっか話してると思うんだけど、まあそんだけ今サッカーに対して集中してやれてるってことは間違いないと思うし、すごくポジティブなことだと思う。で、前回の試合があって、だってで明日試合なの、明後日試合なんだけど、まあ明後日の試合すごく大事、僕にとってすごく大事なもんだと思うし、なんかちょっと自分の中で失いかけた自信みたいなものがあるから、それを取り返すのはすごく大事なきっかけになる、明後日の試合になるかなとは思ってます。で、別に今なんで昨日頭ってこんな触っとったんだって特に理由なくて、今ちょっと普通にたら勉強してて、で終わって、まあ撮んなきゃなと思って撮ってるくらいなんですけど、パッとした感じで、今日やっぱなんだろうな、練習終わった後、第二の人といろいろ話したりとか、普通に見に来てて、その人 の友達もなんか来てて、で一緒にご飯食べてっていう、いろいろ話してる中で感じてたことがあって、結構頭の中でサッカーのことで頭の中で考えすぎてるなっていうことはあるかなと思ってて、っていうのはなんかちょっと感じられた。そう、結構意外と頭で考えてるよりも体は分かってるってことなんか多いと思うし、それは多分本当にあると思うんだよね。だからまあそこはそこで自分の感覚っていうのをもうちょっと信じてあげたいし、で、まあそれはそう、それはそう思ってる。だからもっと自分のことを信じてあげて、自分の感覚っていうのも大事にしていきたいなとは思ってます。でまた、まあその感覚っていうのもすごい大事なんだけど、なんか僕の中で一つバロメーターあるなと思ってて、それって声なんだよね。で今正直スペイン語どうこうとかちょっといろいろ勉強してるから変にこうなんだろう、かしこまっちゃってる部分もあるかもしれんけど、でもやっぱ出せてんだよね、なんかよくわかんないけど声出せてて、結構盛り自分の中でその声が一つバロメーターになってるなと思って、集中しよう集中しようと思って自分に閉じこもってるタイプってなると全然できないから、やっぱ結局サッカー楽しまなきゃいけない。サッカー楽しんで、楽しみながら、サッカーやって楽しいなって思うことが一番のいいことだと思うし、楽しめてるってことはいいプレーできることだと思うから、まあ、本当に楽しめるようにサッカー楽しいな、まずそこを一番に考えてやっていきたい。で、まあ、その中で、まあ、楽しいなっていうのは感覚的なもんだと思うから、もうちょい頭の中で考えるのも当たり前なんだけど、ポジションのいいところで当たり前だよ。だけどそこばっか考えるんじゃなくて、もし自分の感覚っていうのも大事にしていきたいなって思ってます。っていうのは、まあ、今日思った練習終わって、それを何どこで感じたかっていうと、最後練習終わりの最後のメニューでダブルボックスでやったんだけど、その時に思ったよりもあれちょっと違うなっていう感覚があって、自分の中でで意外とそれを見られてて、ここも本当はこうだったよみたいな、で怖さがないみたいな、確かに。でも多分そこの原因ってさっき言ったところだと思うから、まあ、それも意識しながら、まあ、次の本当に1試合がすごく僕にとってはすごい大事なもんだと思うから、かといってそんなかしこまりすぎて硬くなっちゃうのも良くないと思うんで、まあ本当にあのスイッチはどこでも入れる選手だと思うから、ギリギリまでもリラックスしてグラウンド入ってパチンって出るイメージ、いつもそんな感じでやってるから、でもちょっとそれを前まではこうなんだろう、無理やりこうリズムを作ろうとしてやってた部分があるかな、今週1週間、それでこの1週間半ぐらいかそんな感じがあったから、ちょっとそこはあれ、いつもそんなことしないのに何でしてんだろうって今考えてたら思いされたから、まあいい意味でね、あの大学生の時はあのあれがあったんだっけ、ルーティーンがあったけど、それをクロアチア行ってなくして、まあ、少しずつ良くなってってなってるから、まあ、それ本当にいらないから僕にとっては、まあそれできるから、あのプチンってスイッチ入れるから、必要ないと思うからと思ってんだけど、まあ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 それも考えながら、ちょっともうちょっと自分の見つめ、あの振り返りながら、まあサッカー楽しむことで、ギリギリまでまあ本当リラックスして試合でパチンキ入れるっていうイメージでいいかなと思ってるんで、まあ本当に大事な、プレシーズンあと5試合あるんで、もう開幕スタメンで取るんで、そこに向けて一生懸命、まずは1日1日、まず明日のトレーニング、明日の調整か、調整しっかりして、でまあ週末のね日曜日の試合に決めたいと思います。という感じで今日は
終わりたいと思います。それではじゃあ。